今回は夏に京都に行った時にスヌーピー巡りを一日スヌーピー好きの友達とやってきましたので、その様子をご紹介したいと思います。初めてのウッドストックネストや京都のタウンショップに行ったり、茶屋でもいっぱい買い物しましたので、その様子をお届けします。夏に行ったので期間限定のパフェもありました。これがめっちゃ可愛かったんです。茶屋だけじゃなくてウッドストックネストにもめっちゃ可愛い食べ物がたくさんあって、食べたいものがありすぎてどうしようってなりました。このねスヌーピー焼きもめちゃくちゃ美味しそうで、前までどら焼きみたいなのがあったんですけど、スヌーピーのお顔の形じゃなかったので、これもめっちゃいいなと思いました。夏みかん味美味しそうですよね。カスタードとそれからオブランそれぞれお味があって、スヌーピーのお顔のどら焼きみたいな感じで、お味はそのどら焼きに刺さってるウッドストックちゃんの色味で味が違いがわかります。ここでもねプレートやアクリルスタンドコースターなどのグッズも一緒に販売されていました。これは見た目もめっちゃ可愛くていいですよね。ちょっと食べるのがもったいない、食べにくいかもしれないんですけど、本当に見た目も可愛いのでこれはすごいいいなと思いました。しかも350円なのでそこまで高すぎず、ちょっとしたおやつに結構大きさもあったのですごいいいなと思いました。結局帰りに食べようって話をしてたのにお腹がいっぱいで食べれませんでした。また後でね何を買って食べたかはお伝えしたいと思います。実際に作っているところもこんな感じでガラス張りなので見れることができました。それもすごいちょっと楽しくて面白かったです。やっぱり私は期間限定味にすごい惹かれちゃいました。秋になったら何になってるのかまた見に行きたいですね。そしてスヌーピー茶屋あんこあん限定の、これ以前ねメンバーのゆめさんに送ってもらったあん入りまんじゅうなんですけど、京都でも買えるようになってました。すごいいいですね。この限定商品を販売してるところ初めて見たので、めっちゃ可愛いし今度から欲しいなと思ったら京都に行きたいなと思いました。これもねまた可愛すぎて食べれないやつですそして今回はこの2階にあるウッドストックネストが割とメインではあるので、早速2階にねお邪魔したいと思います。ここもともとは本当にスヌーピー茶屋のレストランみたいな感じだったので、結構席も広くてグッズというよりは食べるところって感じだったので、カレーだったりハンバーグだったりパフェ的なのを食べたりとかできてたんですけど、それがなくなってウッドストックネストになったという感じですね。ここでもこういうスイーツを買って食べることができます。イートインスペースはめちゃめちゃ狭くはなってしまっているんですけど、ちょっとしたおやつ休憩には入れるようになってます。この瓶がねめっちゃ可愛くて全種類欲しいぐらい可愛かったです。でもね全部食べきれないなと、賞味期限が割と短くて2日ぐらいなので、私はまた後で購入しましたが1個だけ買いました。至る所にウッドストックちゃんがいて可愛かったです。あとこのメッセージをかけるメッセージカードをいっぱい購入したので、また皆さんにお返事書くときにね付けさせていただきたいなと思っております。本当にここにも結構大きいウッドストックネストらしいモニュメントがあったりとか、ガラス張りのねこの窓のところもイラストがめちゃめちゃ可愛くて癒される空間でした。なんか前はイートインスペースだったんですけど、こんなにグッズ置ける広々とした空間だったんだっていうぐらいグッズもめちゃくちゃたくさん置いてありまして、結構ウッドストックに関連する当たり前かという感じなんですけど、ウッドストックのグッズまみれです。ここもあの MT さんにいただいたこのめちゃ可愛すぎるお箱、この中にふわふわのウッドストックちゃんが入っているんですけど、外にはこんな感じでいろんなウッドストックちゃんのぬいぐるみが並べられてました。可愛いですね全部。こうやって比較しながら買えるのもすごい買いやすくていいスペースだなと思いました。
この箱と箱についているカラーによってポストカードが違うんですけど、どれもめっちゃ可愛かったです。そしてこんな感じでお弁当箱コーナーとかね、キッチン用品グッズ系もたくさんありました。このアイスクリームスプーンもめっちゃいいですよね。名前のイニシャルも入っているものがあってめちゃくちゃいいなと思いました。そしてこういう豆皿ですね、私はこれ以前スヌーピーショコラで買ったことがあるんですけど、ストックニストバージョンもあったりとか、小物入れがあったりとか、本当にバリエーション豊か。私的にはこの新商品のカフェトレイがめっちゃ可愛いなと思ったんですけど、結局いっぱい悩んで別のものを買ってしまいました。でも次来た時はこのカフェトレイゲットしたいなと思っております。めっちゃ可愛いですよね、これは本当にいい感じ。それから瓶のデザインがリニューアルって書いてあるんですけど、オリジナルデザイン瓶、あとこんな風にデザートも飾られていました。瓶の使い方がおしゃれで、こういう風に飾ってあるんですけど、苔みたいなのを入れて葉っぱ刺してあったりとか、なんかビー玉みたいなの入れてあったりとか、めちゃめちゃおしゃれに、瓶も食べ終わった後インテリアとして使えるよっていう参考になる感じで店内に飾られてたので、これは絶対買いたいなって思いました。実際買ったのでまたインテリアにできたら紹介したいと思います。そして結構アパレル、お洋服もいろいろ置いてありまして、パーカーとかめちゃくちゃ可愛かったです。本当にね、ここにいたら欲しいものがいっぱいで、1時間ぐらいグッズ見てたかも。しかもね、2、3回戻ってきましたウッドストックネストでどれぐらい買おうかな、チャイヤでどれぐらい買おうかなとか、タンショップでもどれぐらい買おうかなっていっぱい悩んで、ウッドストックネストはデザートも食べる予定だったので、ちょっと2回3回ぐらい戻ってきながら結構何買うか悩みました。ウッドストックネスト限定のこのマグネットとかもめっちゃ可愛くて、そもそもポストカードの種類も豊富で、イラストのバリエーションが本当にたくさんなんですよね。なのでこのマグネット系もめっちゃ可愛かったですし、ポストカードとかもいっぱい買ってしまいましたピンバッジもめっちゃ可愛いですよね。ここ本当にやばいです、買いたいものがたくさんありすぎる。私的にこのミリーゴーランドのイラストが結構お気に入りです。あとマスキングテープもね、めっちゃ可愛くて、本当に何を買おうか悩みまくりでしたね。もうグッズが本当に可愛かったです。ウッドストックネストこれからも何回も行きたくなっちゃうぐらいグッズが本当に可愛くて、今回買えなかったものもね、また今度買いに行きたいなと思っております。柄がめっちゃ可愛いんですよね、本当に素敵です。あとはポストカードのセットがあったりとか、メモ帳も可愛かったです。メモ帳も買ってしまいましたマグネット系は上にあった枠がついたものだけじゃなくて、こういう四角いバージョンもあったりして、めちゃくちゃどれも可愛くて、マグネットのね、形も悩むしデザインも悩むしっていう感じで、本当に悩みまくりでした。あとバッグの種類もね、たくさんありました。バッグは私はたくさん持っているので今回は買わなかったんですが、こちらも大人っぽくて持ちやすいデザインでした。この辺タウンショップでも売ってるけど気になってた商品、こちらにも並んでありました。全部可愛いですよね、もう本当に癒し空間でした。お友達と割と普通に1日京都に行ったのに、ウッドストックネストとチャヤとタウンショップでほぼ1日が終わってしまうぐらい買い物したりとか、あとは食べ物食べたりとかで1日が終わってしまいました。あとタウンショップにも売ってるこちらのガラスキャニスターとかもめっちゃ可愛くて、ここで見るとまた買いたくなってしまいました。ちょうどね、今ビーグルスカウトのねシリーズが本当にどこも推しの商品ではあるので、ここの店舗さんでもやっぱり多かったです。ミノムシバージョンもウッドストックちゃんです、可愛いね。キャンプ
ールのグッズはタウンショップとか梅田スヌーピーフェスティバルでも見てたので、そんなに今回は買わないでおこうと思いました。あとこのぬいぐるみね、ウッドストックネスト限定のやつはやっぱり肌触りもふわふわで色味も可愛くてよかったです。あとはこちら限定のねカップ、マグカップもめっちゃ可愛かったです。こんな感じで結構おしゃれ、大人っぽいデザインが多くて、色味もちょっとくすみ系のカラーだったりとか、大人の方が使いやすいカラーとかデザインだったので、めっちゃおしゃれでいいなと思いました。あとウッドストックネストといえばっていう感じなのかな、この巾着に入ったなんとかティーの茶葉がね、こうティーバッグが入ったセットがあるんですけど、これはね店舗限定のお味もあったりして、以前ね MT さんからいただいた軽井沢はリンゴが有名なのでアップルティーだったと思うんですけど、京都のね限定では蜂蜜紅茶ハニーティーっていうのが置いてありました。蜂蜜にちなんでこの紐の色も黄色ですね、めっちゃ可愛いですよね。これもね袋のデザインが可愛くて味によって違ったので、それも悩みますね。階段上がってすぐのところにウッドストックネスト限定の商品が結構綺麗に並べられてて、ウッドストックネスト限定の商品を見たいと思ったらもうここで選んで買うのが一番いいのかなと思ったりしました。結構プレゼントとかにもできるスイーツ系もたくさんあって、フィナンシェとかもめっちゃ美味しそうでしたし、パッケージも可愛いのでちょっとしたお礼だったりとかにすごいいいなと思いました。これは美味しそうすぎる。でも今回は他にちょっと食べたいものがあったので今回は買わなかったんですけど、普通にプレゼントとしてめちゃくちゃ良さそうだったので、また今度買いたいなと思いました。このあたりは以前からね催事場とかにも売ってあるような商品なんですけど、やっぱりカンカンは可愛いので人気商品みたいです。クッキー缶は一番の人気、この辺も可愛くてお気に入りです。あとさっきのマグカップ、こんな風に植物入れてんのもおしゃれでいいなと思いました。通路のねこの額縁に入ってイラストたちが本当に可愛くて、ここは写真スポットです。ぜひ行ったら皆さん写真撮ってみてほしいです。そもそもの壁も可愛いんですけど、こんな感じで額縁にねポスターみたいな感じで入れて飾ってるのが本当可愛くて、私は特に一番最初のメリーゴーランドのイラスト気に入ってるので、普通にポスターとして売ってたら買っちゃうなっていう感じでした。これ普通にポスターとして売ってほしいですね。他にも食べるところにもこんな感じでポスターが飾ってありまして、窓ガラスもこんな感じ、めちゃめちゃ可愛いです。ここがイートインスペース、席数は少ないので混んでるとちょっと座れないかもしれません。次にもウッドストックちゃん、そしてポストカードの種類が本当に驚きです。皆さんにはお気に入りのデザインがあったらぜひ教えていただきたいんですけど、こんなの本当にやばいですよね。もうデザインがありすぎて、しかも全部可愛いのでこんなの選べませんという感じです。あと残り少ないポストカードとかもあったりして、それはちょっと汗汗しながら見るときに、最初にポストカードお気に入りで枚数少ないのちょっと持って店内うろうろしたりもしました。本当に種類が豊富ですよね。あと1階はスヌーピーチェーンのグッズがたくさんなので茶屋も見てきました。これめっちゃ可愛すぎません？人気商品で再入荷しましたということだったのですぐ買っちゃいましたなんか茶屋のグッズもすごい前よりおしゃれになってる気がしました。私はこれも可愛い、ナスビ持ってんの可愛いですね。この辺もめちゃめちゃ可愛くていいなと思いました。なんか前までとまたグッズのテイストが変わってるような気がしていて、茶屋のグッズを見るのもめちゃくちゃ楽しかったです。あと京都なのでこの色味であったりとか、この生地感ですね、京都っぽいものがたくさんありました。京都限定の商品はやっぱり目がいってしまいます。いっぱいありました、限定グッズコーナー。こんな感じでミニフレームマグネットはやっぱり可愛いですよね。
あと子供用の歯ブラシはあと1個しかなかったです。私的にはこのティッシュケースのね、色味とこの生地感がなんとも可愛いなと思って、これもいいなと思いました。それからこのガマ口も可愛いです。これは選びきれません。これに似たタイプのねデザインもあったりして、色味がすごい可愛くてよかったです。チャヤの方にはぬいぐるみもたくさん売ってました。めっちゃ大きいスヌさんもいました。あとこのめちゃめちゃ大きい額縁に入っているバナナも可愛いなと思ったんですけど、あ、さっき言ってた色味が似てるやつ、これは新発売らしくて、これも可愛いなと思って、どっちにするかすごく迷いました。ちょっとずつ買ったので、また購入品の動画でご紹介いたします。それから生安橋とか人形焼きとか、お土産にぴったりのものもたくさん売ってました。あとスヌーピーチャヤから歩いて行ける距離になんとタウンショップがあることを知りました。今までねチャヤ行ったら結構満足してたんですけど、なんと普通にタウンショップも割と近くにあったので、ぜひチャヤとかねウッドストックネスト行かれる時はタウンショップも行ってみていただけたらなと思いました。めっちゃ中がおしゃれで良きでした。最後にウッドストックネストで食べたものをご紹介いたします。なんとスペシャルプライスだったんです。私が行った時なんと今だけ特別価格で半額でした。本当は2種類の味があったんですけど、1回目ウッドストックネスト行った時はまだ2種類あったのに、夕方おやつに食べようと思って行った時にはね、もう味が1種類しか残ってなくて、そこがちょっと残念でした。でも見た目が可愛すぎて崩すのがもったいないくらい、ちょっと食べにくい感じもありましたが、味はめちゃくちゃ美味しかったです。シュークリームっぽい感じのが好きな方には本当におすすめです。本当にこの3店舗だけでも満喫できるくらいグッズもたくさんあって、食べ物もたくさんあったので、ぜひ皆さんも行ってみてください。また購入品動画別の動画でご紹介するので、よかったらチャンネル登録してお待ちください。本日も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったなと思ってくださった方はチャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしております。京都いいですよね。またすぐ行きたくなっちゃう。購入品もほんと可愛くて全部お気に入りなので、また次の動画で。じゃあね、バイ。